リート、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。はい、ということでね、今週は、女性、戦国時代を生きた女性を取り上げようということで、まあ前回取り上げたね、細川ガラシャも是正の美女というところもあり、まあ夫のね、嫉妬だったりとか、まあそういったものも厳しいと。いう話をちょっと触れましたが、はい、まあ、その戦国時代の美女といったら、うん、なんかソッシーこう思いつく人っている？いや、戦国時代の美女って言われても、いや正直ピンとこないですね。ピンとこないよね、うん、まあ、大体その江戸時代、間違えた、戦国時代のね、こう、うん、美女とか美男美女で結構有名な家系があって、はい、それは織田家なんですよ。あ、え、織田信長の織田家ですよね。そうそうそう。だから織田信長も織田家顔で、結構イケメン、はい、イケメン層だったというような話もあるし、うん、その信長の妹、はい、お市の方、この人はもう絶世の美女で有名なわけです。そうなんだ。このお市の方の娘、うん、こうね、はい、そのお市の方が浅井長政っていう男のところに嫁いで子供ができた、はい、でそこで生まれた浅井三姉妹と言われるこう、はい、女の子たちがいるんだけれども、はい、この、うん、お市の絶世の美女と言われたお市の方の長女、うん、はい、これは多分ソシも知っている豊臣秀吉、うん、はい、豊臣秀吉の側室で有名なの豊臣秀頼を産んだ、はい、うん、淀殿。あ、そうなんだ。これが長女になるわけですね。で、はい、三女。まあ、末の娘、うん。三女は、徳川秀忠、うん。第二代将軍、徳川秀忠の正室。となり、第三代将軍、徳川家光を産んだ、お栄養の方、お郷。おー、すごいな。浅井三姉妹。そう、三姉妹。この三姉妹は、まあ、その戦国時代の女性の中でも非常に有名で、まあ、淀殿については阻止もしてるでしょ、うん、はい、知ってます。で、うん、で お, ごお栄養の方っていうのも、まあ、これも比較的有名なわけですよ、うんうんうん、でこの二人は、まあ、豊臣家と、うん、徳川家それぞれの、ね、はい、お世継ぎを生む立場だったわけですよ、どっちもね、うん、いや豊臣秀吉産んだのが長女で、徳川家のね、お世継ぎを産んだのが大江の方、小郷三女ということで、この三姉妹の中で、はい、主役になるのは長女か三女なわけよ、はい、うん、はいはいはい、長女、まあ淀殿の主役にいたような話っていうのは結構まあそれなりにあるし、うん、まあ、主役じゃなくても敵役のね、一番上だったりと、うん、こう一番大きい存在だったり、うん、で栄養の方、小郷については、大河ドラマでね、はい、11年前になってるわけだし。あ、そっかそっか。あの、戦国、確かにそうですね、姫たちの戦国っていうあれだったかな。うん、はい、だったし。で、なんだけれども、次女。次女。次女。今日ね、タイトルに入れてる上皇院。うん、この人は、あんまりね、うん、やっぱりちょっとね、はい、有名じゃない。そうなんだ。てっきり三姉妹、三人とも、有名よ。三姉妹として有名なんだけれども、うん、長女、はい。長女、あ、ちゃちゃでしょ、淀殿でしょ。うん、はい、三女。おー、まあ、お栄養の方、お郷まで言えなくても、徳川家で徳川家光のお母さんだった人だよね、とかね。まあ、それなりの話っていうのは有名なんだけど、うん、こう真ん中ってなると、個人だとなかなかスポットライトが当たらないので、うん、こう、三姉妹でくくったら当然、うん、いるから出てくるわけなので、もう。そうなんだ。で、この真ん中の上皇院という人をね、チロッと今日は司会をしたいなと思っているんですが、うん。はい、まず、旦那さんは、東国高次という人で、この人、若さ。うん、だから、まあ今で言った福井家の、はい、オバマ。うん、の藩主だった人で、国持ち大名の、うん、一応だからそれなりに偉い人な。なるほどなるほど。偉くなった人、それ、うん、で、この人、
のところに嫁いで、うん、で嫁いで、まあ、そのまんまこう夫を制裁としてっていうあれなんだけれども、うん、まあ、子供はね、はい、残念ながらそのおあのどどろとか応援の方とは違って、はい、お子さんがいらっしゃらない、うん、ということだったんだけれども、うん、まあ非常に夫婦仲もね、はい、特に悪いっていうようなのも聞いたことないんだけれども、うん、やっぱりこの人が一番歴史上活躍した場面というのはどこだと思う、はい、その上皇院が上皇院活躍した場所、うん、今福井県って話、あ、場面、うん、歴史、うん、歴史の歴史上、お姉ちゃんは豊臣秀頼のお母さん、うん、妹は、うん、徳川家家康の息子のところに嫁いでるわけなので、はい、その豊臣と徳川が正面衝突した大阪の陣、大阪の陣ってあの徳川家が豊臣家を最終的になんか叩き潰したあの戦いのことですよね。叩き潰して徳川家が、うん、まあ唯一無二の絶対的な権力を握っていった戦い、うん、1614年に冬の陣があり、1615年に夏の陣で最終的に滅んでしまったというところなんだけれども、うんうん、当然これは上皇院の立場から見たらお姉ちゃん、うん、妹のということになっちゃうので、なんとかこれをこう、はい、講和に持っていけないかということで、この両陣営の間で、うん、こう、うん、外交層、外交のね、動きを非常に活発にやったと。そうなんだ。で、大阪、冬の陣、うん、夏の陣って2つに分かれてるけれども、冬の陣に一旦終わらせる。うん、はい。一旦講和が成り立つわけ、冬の陣。その講和を取りまとめた。うん、はい、人物ということで、はい、上皇院っていう人はそこが一番やっぱ歴史上、うん、わあやっぱ三姉妹の真ん中で活躍するというところ、で結果ただその上皇院の本葬も虚しく、1615年大阪夏の陣で豊臣家は滅び、うん、姉のね淀殿は大阪城落城とともに自害して果て、うん、てしまったということに、うん、なるんだけれども、自分の、はい、おいっ子である、うん、豊臣秀頼の娘、はい、豊臣秀頼が、徳川家康の孫娘を、あの、うん、孫娘というかあれだよ、だからそれもあの上皇院の目から見たらお姉ちゃんの息子が豊臣秀頼、うん、で、うん、妹の娘に千姫っていうのがいて、うん、この2人が結婚してるわけ、はい、でこの2人結婚してるんだけど間に子供はできなかったので、うん、姪っ子の娘ではないんだけれども甥っ子の娘にあたる、はい、甥っ子の娘にあたる、うん、後に出家して天柱にっていう風な名前で、うん、の人がいるんだけど、まあ、この人は除名嘆願にね動いたりとか、うん、一生懸命やったということで、まあ、上皇院という人、その浅井三姉妹の一人なんだけれども、うん、まあ、なかなか、はい、とね、こうメジャーどころではない、名前も、うん、なかなか知らない方も、うん、と思うんですけれども、うん、やっぱりその大阪夏の陣冬の陣の間、うん、冬の陣が先ね、大阪冬の陣、はい、夏の陣の間で、うん、徳川家豊臣家の間で奔走した女性ということで、うん、ぜひ、はい、上皇位のね、皆さん覚えていただければなと思います。いやー、難しい人生をその三姉妹の次女っていう立場で歩んだ、なんか、なんか来る、その気持ちを、気持ちに思いを馳せるとなかなかやっぱ難しいところがありますね。そうですね。ということで、はい、まあ、前回今回と女性の戦国時代というものを取り上げましたけれども、まあ、うん、やっぱりいつの時代もこう戦乱の時代というものにおいて、こう自分というものや家族っていうものをどういうふうに守っていこうかっていうのはね、本当に、うん、まあ難しいことだなと思いますが、ね、うん、まあ、我々もこういつね再び戦運
がね、こう、立ち込めてくるかわからないという状況ですけれども、うん、しっかりとできることを一つ一つやっていきたいなと思います。はい。ということで、はい、皆さん、今日もラジオ歴史小話をお聞きいただきありがとうございます。いよいよね、来週が12月最終週ということにもなって、うん、2022年も終わりということになっていきますが、はい、皆さん元気に、来週も過ごしていきましょう。お相手は私、リートンと、ソッシーでした。バイバイ。ラジ歴をお聞きいただいている皆さん、いつも本当にありがとうございます。ラジ歴ではこのメインチャンネル以外にもですね、日曜ラジ歴や新聞解説ながら聞き、日本史総復習編の全エピソード、こちらをラジ歴会員サイトの方で公開しております。ぜひこちらの方のね、会員サイトにも皆さん登録していただければと思いますので、概要欄の方に会員サイトへの URL、登録方法、こちらを記載しております。メールアドレスがあれば登録誰でも、どなたでもできるようになっておりますし、お聞きいただく際にはですね、ブラウザ経由とはなりますけれども、インターネット環境があれば皆さん聞くことができますので、ぜひ会員登録の方よろしくお願いします。